おはようございます。外はまだ、明るく、ちょっとだけ東の空が明るくなり始めているかという朝6時過ぎです。今日ラブ君は、里親さんのところに行って、まずはトライアルということで、うちからいなくなります。最後のまあケージの外のお散歩、それからご飯、ということになりますが、その前に、ジャン君のなでなで、これは必ずやりますので、ちょっと待っててね。これから子供たち出しますよ。はい、おはよう。よいしょ、ジャン君ピーッとね、今ね。ラブ君、今日出かけだからね。全然分かってないね。怪我しないようにしてくださいよ。もう静かにしてなさいっていうのは無理ですけど、怪我のないようにね。はい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 。飛ぶね。はいはい。
強いんだよね。さあ、そろそろ出かける時間ですよ。なんかちょっと察してるね。君たち緊張感が出てるね。今日はちょっと失敗できないから君、ラブ君だけを連れていきますので、よいしょ、シオン君をちょっと避けといてくれますか。大丈夫だからね。しおん君大丈夫だった？結構鉄棒みたいにぶら下がってたけど。はい、この恐怖も今日最後だからね。はい、旅支度ができました。ラブ君はこれで里親さんのとこに向かいます。はい、しお君ちょっとビビっちゃったね。はいはいはい、大丈夫大丈夫。ラブ君がこれから本当のお家に行くので、見送りしてね。ラブ君、今日からここがあなたのお家です。おやつ無理なんで、おやつは必ずしもあげなくていいと思う。あげなくちゃいけな い。ちょっとビビってるね。おやつの日は分かりました、はい、ここ猫の間朝昼晩ちゃんといい子にするんですよ。全然大丈夫、はい、ラブ君。ラブちゃん、ちょっとまだ固まってんだね。ラブちゃん。だからいつも通りパーンとお風呂の蓋があると思って行ったら、
ったりして、お風呂の蓋が開けちゃってたので、登れないですよね、ツルツルしてるって香炉を何か詰めるのかからないし、だからお風呂の蓋は常に